現代語訳製作の理解薬水の中から取り出して裏についている甘皮を小刀で削り除き皮の左右上下へ打ち切りで穴を一寸ぐらいに1つくらいずつ開ける細引き縄を鉄針に通し型の木へ引きつけてできるだけ十分に引っ張り鉄槌で打って 皮の伸びるに応じてくさびを数多く打ち込んで水気を取り除き皮がおおよそかくなった時に太陽に当て23日乾かすただし皮を打つのはおおよそ2日ぐらい打つにつれ健固になるものである型をその後10日ぐらい取り除かずに置いておく長く置くほど皮に みみや縮みが出なくてよい。340日後にせしめ漆を1回上に塗った後、型を離し裏へ伏せてせしめ漆をに1回塗りまた型にかけておく。もちろん漆を塗ってすぐにかけない。一夜ぐらい置いてかけるようにする。 五六十日過ぎて型を離しへりを取り除き格好を直して越後晒し布を漆布着せにするその布の下地を両面からせしめ漆で23回塗ってその後布をかける二三重ねにするのは別に同じような型を2つ用意して皮の水気を除き 干しときに下になる皮の表を軽石でこすり重なった皮の裏も軽石でこする。せしめ漆に麦の粉を混ぜ合わせてはけで漆を塗りつけ皮をその上にかぶせ細引き縄で引きつけくさびをたくさん糸が切れるくらいにしっかりと打ち。 皮の上からも重ねて細引き縄をかけて厳重に縛っておくこと2 3 0日次に細引き縄を解いて漆の乾き具合を見てヘりじを刈り取り除くカラウシは重ね合わせる必要はなく丈夫である和牛は3枚重ねか2枚重ねにした方が良いマスナリが考えるには 2枚3枚重ねるとしても中は何もない状態にしてへりのところを3センチか5センチ弱ぐらいのところを漆でつけておくことはやや弾丸を防ぐのに良いことは数年前に、練り皮を3枚を漆をつけずに鉄砲で試してみましたところ2枚は貫通し 1>, 1枚のところで弾丸を力を失わせ止めました。もちろん作ったあと日数が経てば皮の固まった悪いところさえもこのようなことである。1、2年も過ぎればその働きがあるだろう。一層考えた方がよい。兜は皮を丸く切りその周りに穴をごとに1つぐらいずつ開ける。そして、 細引き縄をつけておいて型にかける最初に通した細引き縄にまた糸を通して下へ引っ張り次に革の下の部分を56尺ですから 150cm から 180cm ぐらいの細引き縄でくるくる巻き上から強く手で撫でてシワを伸ばす。 下へところどころにかすがいを打ち入れ皮の伸びるに任せくさびを打った方がよいその他の合わせ方は全文のようである腰巻きは薄い金属を入れた方がよいしころも皮の貼り付けの仕方、打ち方は同じである皮を切る良い頃合いに上の1枚を切枚を 大きさの寸法に切る。1 5センチぐらい間を空けてそこは捨てるその下の部分から次の2枚目の皮を切り取る3枚目もまた同じである積み重ねるときそのようであればここで国会本はそのようでないならばと、えー、公文書家文とは反対な言い方になります脅し糸の自在の動きが悪い 草刷りと袖などを作る時もその心配りのことをしなさい脅し壺は中塗りぐらいの時に穴を開けその穴へも牛をつけなさい第7回の1制作の弁の現代語訳でした次は第7回の2は制作の弁の解説となりますありがとうございました もしよろしかったらチャンネル登録をお願いします。失礼いたします。